ユフック世界王者時代のアルドジョゼアルドは、ブラジルの男性総合格闘家、アマゾナス州マナウス出身、ノバウニオン所属、元ユフック世界フェザー級王者、ユフック世界バンタム級ランキング6位、元 WEC 世界フェザー級王者、海外では、ホゼアルドとも発音される、総合格闘技のフェザー級世界最強、 世界フェザー級絶対王者と評価され、ユフックと WEC のフェザー級王座を合わせて9度に渡り防衛し、パウンド4パウンド最強の有力候補にも挙げられていた。2015年にコナー・マクレガーに敗れるまで10年間無敗という驚異的な記録を誇り、ユフック公式が作成したアルドのバイオグラフィーは偉大なブラジル人 MMA ファイターの総合目録を作るとしたら、 ジョゼアルドを含まないわけにはいかない。彼は誰の目から見ても王者であり、スポーツの神であると称している。マナウスのファベーラで貧しい家庭に生まれる。幼少時代はサッカーに勤しみ、セミプロ選手として活躍していたが、喧嘩に巻き込まれることが多く、自己防衛のためにカポエラを始めた。ブラジリアン柔術のコーチに勧められ14歳の時にブラジリアン柔術を始めると、 17歳の時に、総合格闘技で一旗上げることを決心し、リオデジャネイロに移住。マルコローロやペドロヒーゾに支持し、2004年に17歳で、総合格闘技デビューし、2005年には、シュートマイ大陸フェザー級2位にランクされた。2005年11月25日、ジャングルファイト5で、ルシアのアゼベドと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。 キャリア8戦目で初黒星を喫した。2007年7月27日、初参戦となったパンクラスで小侍と対戦し、3から0の判定勝ち。2008年6月1日、WEC 初参戦となった WEC34 で、アレッシャンドリ・フランカノゲーラと対戦し、パウンドで TK をし、元シュート世界王者から勝利を挙げた。 11月5日の WEC36 では、ジョナサン・ブルッキンズと対戦し、パウンドで TKO 価値を収めた。2009年1月25日の WEC38 で、ローランド・ペレス、3月1日の WEC39 で、クリスミックルにそれぞれ TKO 価値を収めた。6月7日、WEC41 のカブス・ワンソンとの対戦では1ラウンド開始8秒。 左右の飛び膝蹴りに連打で TKO 勝ちを収めた。2009年11月18日、WEC44 で、マイク・トーマス・ブラウンの持つフェザー級王座に挑戦し、2ラウンドに、バックマウントポジションからのパウンドで TKO 勝ちを、収め王座獲得に成功。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年4月24日、WEC48 にて WEC。 世界フェザー級タイトルマッチで挑戦者のユラヤ、フェイバーと対戦。フェイバーの打撃をも R の間ほとんど受けず、ローキックで足にダメージを与えて何度も転倒させると、打撃でも何度もフェイバーをぐらつかせて3から0の判定勝ち。これでアルドは10連勝となり、王座の初防衛に成功した。その後九月三十日の w e c 十一では、 マニー・ガンブリャの相手に2度目の王座防衛に成功した。2010年10月28日、ユフックが WEC を統合することが発表され、11月20日に新設された初代ユフック世界フェザー級王者に認定された。2011年1月1日、u フック1 2 5でジョシュ・グリスピとユフック世界フェザー級タイトルマッチで対戦予定であったが、 不祥により欠場となった。2011年2月下旬からオランダへと渡り、アンディ・サワー率いるチーム・サワーと、ベジロジムにて打撃特訓を行った。この際、サワーから打撃を教わる一方で、サワーに総合のテクニックなどを教えるなど、お互いに協力し合った。2011年4月30日、ユ u f ク1 2 9でマーク。 ホーミニックとユフック世界フェザー級王座の防衛戦で対戦し、キックボクシングの北米王座も獲得している。ホーミニックをスタンドの打撃で圧倒して2度ダウンを奪い、4R まで圧倒。5R に急にスタミナ切れを起こして苦戦したものの、3から0の 5R 判定勝ちを収め王座の初防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。試合後、試合の1週間前に、 足のつま先の傷から細菌が感染して、抗生物質を投与していたが、その抗生物質が効かなかったことで、アルドが本調子でなかったことを事務関係者が明らかにした。2011年10月8日、ユフック1 3 6でフェザー級に転向したケニー、フロリアントフック世界フェザー級王座の防衛戦で対戦し、終始相手の持ち味を潰しつつ、 パンチを的確に当て続け3から0の5、R 判定勝ち、2度目の大座防衛に成功した。フロリアンは、アルドのローキックは、人生で受けた蹴りで一番痛かったと語り、それによる右足の負傷が引退の要因の一つとなった、と語っている。2012年1月14日、母国ブラジルのリオデジャネイロ州で開催された UFC142 で、 チャド・メンデスというフック世界フェザー級王座の防衛戦で対戦。1R 終了間際にメンデスのタックルを切って振り返りながらの膝蹴りでメンデスをダウンさせるとそこに追撃して小勝ちを収め3度目の王座防衛に成功した。2012年7月21日のユフック149でエリック国というフック世界フェザー級王座の防衛戦を行う予定であったが、アルドの怪我により、 ユーフック153に延期になった。しかし、国が負傷で欠場、大役には階級を落としたフランク・エドガーが抜擢された。しかし今度は交通事故に巻き込まれたアルドの負傷欠場が発表され、試合はユーフック156に延期された。2013年2月2日、ユーフック156でフランク・エドガーとユーフック世界フェザー級王座の防衛戦で対戦し、 サンパラレーノ 5R 判定勝ちを収め4度目の王座防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。2013年8月3日、ユフック163のユフック世界フェザー級王座の防衛戦で、フェザー級ランキング5位のジョン・チャンソンと対戦し、4R パウンドで TKO 勝ち。5度目の王座防衛に成功したが、アルドは試合中に右足を骨折した。当初は同大会で、 アンソニー・ペティスと対戦する予定であったが、ペティスの負傷により、対戦相手が変更された。2014年2月1日、ユフック169のユフック世界フェザー級王座の防衛戦で、フェザー級ランキング2位のリカルド・ラマスと対戦し、終始圧倒し3から0の 5R 判定勝ちで6度目の王座防衛に成功した。2014年10月25日、 ユーフック179のユーフック世界フェザー級王座の防衛戦でフェザー級ランキング1位のチャドメンデスと2年10ヶ月ぶりに再戦し3から0の5 r 判定勝ちで7度目の王座防衛に成功ファイトオブザナイトを受賞したアルドとマクレガー2015年7月11日のユーフック189でコナー・マクレガーと対戦予定だったが6月30日に アルドのラボ骨の負傷により延期された。2015年12月12日、ユフック194のユフック世界フェザー級、王座統一戦で、暫定王者、コナー・マクレガーと対戦。試合開始13秒で、マクレガーの左フックにより1アーコ負け。アルドの敗北は10年ぶりで、約5年間で7度防衛してきたベルトを失った。13秒の試合決着は、u ックの、 タイトルマッチ史上最短記録となった。2016年3月2日、リーボックとスポンサー契約を結んだ。2016年7月9日、ユフック200のユフック、世界フェザー級暫定王座決定戦で、フェザー級ランキング2位のフランク・エドガーと3年5ヶ月ぶりとなる再戦。アルドは下がりながらも、的確に鋭いパンチを当てつつ、エドガーが11度にわたり、試みた。 テイクダウンを完璧に裁ききる脅威のテイクダウンディフェンス能力を見せ一度もテイクダウンを奪われることなく3から0の判定勝ちを収め暫定王座獲得に成功した2016年11月26日ユフック206のマックスホロウェイ VS アンソニー・ペティスがフェザー級暫定王座決定戦となったことに伴いコナー・マクレガーのフェザー級王座が返上されアルドは 暫定王座から再びフェザー級王座に返り咲いた。2017年6月3日、ユフック212において、フェザー級暫定王者のマックス・ホロウェイとフェザー級、王座統一戦で対戦。序盤は、スタンドの攻防でペースを握るも、3R に、右ストレートでダウンを奪われ、パウンドで t k を負け、王座統一に失敗し、正規王座から陥落した。破れ走ったものの、 ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年12月2日、ユフック218のユフック世界フェザー級タイトルマッチで王者マックス・ホロウェイに挑戦予定だったフランク・エドガーが負傷欠場したため代役でアルドがホロウェイに挑戦。前回同様序盤はスタンドで優位に試合を進めるも、3R から動きが落ちるとホロウェイに盛り返され、 最後はパウンドで TKO 負け、王座奪還に失敗し、自身初の連敗となった。2018年7月28日、ユフオンフォックス3 0でフェザー級ランキング4位のジェレミー・スティーブンスと対戦。1R 中盤にパンチラッシュを仕掛けられる場面があった。ものの、すぐに立て直し、1R 終盤に左ボディーブローでダウンを奪い、追撃のパウンドで TKO を勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞し、連敗を2でストップした。なお、アルドが、ノンタイトルマッチの試合を行ったのはおよそ9年ぶりである。2019年2月2日、ユーフックファイトナイト、アサウオ VS、モライス2でフェザー級ランキング5位のヘナーともイカノと、対戦し、ニアールにスタンドパンチ連打で TKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年5月12日、 ユフック237でフェザー級ランキング4位のアレクサンダー・ボルカノフスキーと対戦し、0から3の判定負け、キャリア初の判定負けとなった。2019年12月14日、バンタム級転校初戦となった。ユフック245でバンタム級ランキング1位のマルロン・モライスと対戦し、僅差で1から2の判定負け。2020年7月11日、 ユフック251のユフック世界バンタム級王者決定戦でバンタム級ランキング3位のピオトルヤンと対戦しゴアールにパウンドで TKO 負け王座獲得に失敗した2020年12月19日ユフックファイトナイトトンプソン VS ニールでバンタム級ランキング15位のマルロンベラと対戦ボディブローとミニローキックを効かせグラウンドでは バックマウントをダッシュするなど全局面で優位に立ち、3から0の判定勝ち。バンタム級発勝利を飾った。卓越したスピードとテクニックを持つストライカーであり、キレのある右ストレートやフック系のパンチに加えて、強烈な右ローキックや、転換をなどの蹴り技を得意としている。また、高いテイクダウンディフェンスの能力を持ち、テイクダウンディフェンス成功率は90%を誇る。 自らテイクダウンを狙うことは少ないが、テイクダウン成功率においても61%と高い数値を持つ。ありがとうございます。